何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。俺の名はモブオ。今日はクラスメイトたちと一緒に出かける約束してるんだけど、絶賛遅刻中だ。急げ。クラスメイトたちはみんな血液型が違うせいか、性格も違くて個性豊かで面白いんだ。今回はそんなみんなを紹介するよ。ごめんチャイナ、お待たせ。もう遅いですよモブオさん。待ち合わせ。いつも遅刻ばっかりして。今回は事情があるんだよフラグちゃん。どうしたんですか？実はおばあちゃんが倒れちゃって。え、大丈夫なんですか？それで死んじゃうかと思ったら、実はサイボーグだったことが判明して、おばあちゃんが暴走し始めちゃってさ。え？その後展開が気になっちゃって、ついついテレビ見てたら遅れちゃったよ。ドラマの話ですか？紛らわしい言い方しないでください。すまぬ、待たせたな。生存フラグさんも遅刻ですよ。そうだそうだ、もっとちゃんと謝らないと。何自分のこと棚にあげてるんですか？頭を下げて前かがみになってよ。そしたら2つのお山が見えるかも。しょぼわ。待ち合わせ場所が分からなくてな。ここ分かりづらかったですか？いや、待ち合わせ場所を確認せずに勘できたからな。よくたどり着けましたね。時間通りに来たのは私だけですね。なんで誰もこの状況に突っ込まないまま話し進められるの？そういえば師匠は？さすがに遅いですね。電話してみましょう。もしもし、しーちゃん？恋愛フラグさん、もう待ち合わせの時間ですけど、今どこら辺ですか？家だよ。え？なんか急に行くのめんどくさくなっちゃった。やる気出るまで待って。自由すぎますよ。食事決まったか？ちょっと待ってください。まだメニュー全部に目を通してないので。とりあえず食べたいものを全部頼んでおけばいいじゃろ。わしはオムライスとパスタとグラタンとハンバーグとパフェと。そんなに食べられないですよ。もしかして生存フラグさんってよく食べるからそんなに大きいのかな、フラグちゃんと違って。どういう意味ですか？モブオ君は決まった？食いたい気分のやつがあればスパッと決められるんだけど、今日は特にないんだよな。そうだ、店員さんに聞こう。店員さん！なんでアメリカっぽい呼び方なんですか？おすすめメニューを教えてください。今日はハンバーグです。わかりました。じゃあお姉さんを一つお持ち帰りで。おい、誰かこいつをつまみ出せ。決めました。俺も決まったけど師匠は？ちょっとまだ。ああ、決まったよ。どれどれ？いつも食べてるやつがないから、今からお気に入りのレストランに行ってくるね。テスト前日の勉強会。今日は勉強会。明日のテストみんなで乗り越えよう。じゃあまずは数学から。わかんないなこの問題。やっぱちょっと部屋の掃除してからやるわ。部屋よ、綺麗になーれ。断捨離断捨離。諦めるの早すぎですよ。わからないところがあれば教えますから。でもさっき数学の教科書捨てちゃったし。なんでどこまで掃除してるんですか？生存フラグさん、ちょっとモブオさんに教科書貸してあげてくれませんか？持ってきておらんぞ。え？一夜漬けでやればいいからな。今日は何も持ってきておらん。じゃあ今日何しに来たんですか？じゃあ恋愛フラグさん、数学の教科書持ってますか？恋愛フラグさん、恋愛フラグさん。ああ、ごめんごめん、聞いてなかった。ここがこうなるので。なるほど。じゃあこの問題はどうなるの？これはかなり難しい応用問題なので、テストには出ないって先生が言ってました。じゃあこれはいい。でも勉強になりますし、解いてみましょうか。え？そうして4時間後。じゃあ僕帰るね。ここにここの数字が入って。フラグちゃん、もういいから。でも面積が出ないですね。一旦別の解法を。朝になっちゃうよ。怒り方。許せねえ、絶対に許さないぞ。どうしたんですかモブオさん？さっき授業中にグラビア雑誌読んでたら先生に没収されたんだ。グーの音も出ないくらいモブオさんが悪いじゃないですか。俺が怒ってるのはそこじゃないよ。さっき雑誌返してもらったんだけど、なんと袋閉じが先生の手によって開けられていたんだ。
なんかこの学校が心配になりました。雑誌持ってきたのは確かに俺が悪いけど、グラビアの袋閉じ開けるのは人としてダメだろ。許せねえ。そこは先生が悪いと思わない？許さんぞ貴様。こっちでも怒ってる人が。どうしたの生存フラグさん。こやつがわしのおやつを食ったんじゃ。許さんからな。わしは絶対許さんからな。そもそもせいちゃんが先に僕のおやつ間違えて食べたのに、僕の方こそ絶対許さないよ。くそ、俺の袋閉じ、やっちゃダメなことだろう。わしのおやつを返せ。掃除の時間なんだから、みんな掃除してほしいです。楽しい時。やった、修学旅行だ。目いっぱい楽しむぞ。後悔すぎです。やっと顎戻った。綺麗じゃな、海。生存フラグさんの生存フラグさん、なんて揺れ具合だ。これは写真に収め。どこを撮っておるんじゃ貴様。あがっ、あ、わかん。二人とも楽しそうですね。片方の人本当にそうかな。みんなが楽しそうだと嬉しいです。まあいっか、僕も楽しみにしてたし。っていう夢を見たんだよね。血液型占いの本読んでたらさ。皆さん性格違いすぎですよ。スキップしてる生存フラグさんなんて見たことないですし。だよね。生存フラグさんファミレスでたくさん注文してたけど、力士みたいにご飯たくさん頼むのはどちらかというとフラグちゃんだし。いつもそんな風に思ってたんですか。それに師匠もおとなしすぎるよね。もっとトラブルメーカー感がないと師匠じゃなくなっちゃうやん。それ絶対本人の耳に入れないでくださいね。俺の性格もなんか違うし、なんでこんなに当てはまってないんだろう。血液型占いはあくまで娯楽ですからね。科学的に血液型と性格は関係ないことが分かってるんですよ。じゃあ当てはまらない部分があっても当たり前なんだね。それに私たち死神には血液型はないので、占いが本物だったとしても当てはまらないですね。そうなの？なんかイメージで勝手に決まってたけど。そっか、それなら納得だよ。何がですか？フラグちゃんたちみんな血も涙もないじゃん。きっとそのせいなんだろうなって。それはモブーさんが毎回変なことするからですよ。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。待て。